世界中の人が六甲山に遊びに来たい、その周辺には有馬温泉もありますし、実績で勝負、全国の人たちが一番住んでみたい、行ってみたい地域の一つだというふうに思ってます。コロナの3年4年の間に二地域居住をしたりとか地方移住をしたりという傾向がデータにもはっきりと出てますので、これまでより環境のいい神戸や西宮、それでかつ都会にも近い、働く場所にも近い、そういう意味では本当に神戸とか西宮というのはこれからもまだまだ魅力が増えるところだと思います。特に六甲山素晴らしいところなので、あんまりまだ手が入ってませんので、世界中の人が六甲山に遊びに行きたい、その周辺には有馬温泉もありますし、神戸湖のこのベイエリアもありますので、本当に素晴らしい可能性があると思います。そうしたことを思いながら、神戸や西宮がより輝ける地域にしていくことが自分と選手の我々の大きな責任だというふうに思います。